マネマネお金ちょうだい、そしたら助かる。おお、
めて信じるということの意味を知るのよ。そうね。分かってます。でもほら、私ってバカだから。あの時見るはずだった光は必ずあるって根拠なき自信があるんです。だから何の取り柄もなくたって、私は絶対に諦めないんです。たとえあなたに殺されてもね。どこまでおめでたいんだか。ローレンさん、もうしょわなくていいよ。復讐とかわかるけど、めんどくさいじゃん、そういうのってさ。何を知ったような口聞いてんのよ。私あんたにそんなこと言われる筋合いは。ローレンさんもバケツの光見よ、ね、これのおかげで私たちは出会えたのよ。ジョーさんが私を守ってくれた証じゃない。最高のお守りよ。そう言われてもな。まあお前が気に入ってるならいいか。私の人生で初めて守ってくれた人、それはジョーさんだけ。大げさだな。ていうかお前強いし、守るも何も。いいの、これは私のエンゲージリングなの。じゃあそういうことにしとくかな。鉄槌のローレンならぬ鉄槌の花嫁さん。これでおしまいになりますけれども、まあ、この後は皆さんご歓談だったり、飲んだり食べたりしましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。